ていうか、馬を探しす。お、塔近くない？あの塔近いぞ。塔、なんかそういうさ、なんかちゃんと目的を持っていきたい。何ここ？いや、今日は絶対に馬だとか、馬を手に入れるし、お、鎧だけや。塔にも登るし、ちょっといろいろやりたいんだよな、こっちは。すごいなんか、え、これコラフだろ。あ、ちょ、何これ。あ、忍び草が3つありました。忍び草、こんな、お、やべえ。うわ、ちょっと待って。やめろ。なんてやつだ。ああいうやつにはこの光線を言わしてやるぜ。盾を構えて。あぶれ。え、強っ。やばいこれ。お、なんでめちゃくちゃに行こうとした。え、てか待って、え、獣肉ってボコブリンって食えるの？ボコブリンが肉を落としたっけ前は。じゃあこれ高いところからさ、やっぱりこれいったわ。え、あ、逆タイプね。え、なんかまたいるんだけど。ちょっと待って、ちょっとお前の相手はこれの後だよ。これの後にしてやるから。取ったか？まだ？え、どこ？あ、あんなところに。よし。まあいるよな、こういうところにはな。コログの数どうなんだろう、減ってるのかな。もっと密集してたような気もするんだけど、こんなもんだっけ。うわー、なんかくそってか曇ってんな。なんだあれは。あれすごくない？なんだなんかあっちだ、なんかなんだあれ、もやもやしてる、なんかが。これ上から落っこってきたってことなんかな。おっ、なんか落ちてきたぞ今、見た？ちょ、見に行こうぜ。な、またこれか。ちょっと待って、面白いこと考えたんだけど、これバネ持ってるじゃないですか。バネ、うわ、やべえ。で、これをさ、え？ていうか待てよ、あ、俺岩の下にバネ置こうとしたんだけど、戻り越して、それでよかった、乗れるじゃん。うわ、これやばい、どうなんの。うわ、これ上の落ちてきたところまで行けるんだ。遺跡に戻れるんだよ、バネもったいな。遺跡まで戻ることができる、上、うなが落下地点の。え、なんか見えねえんだけど、何にも曇っててわかんねえ。うわ、じゃあ終わりかい。うわ、たっか、なんかいろいろ見えるんだよ。てか、なんだあれ、なんか怖っ、なんかちょっと、あー、晴れの時に行きたかったな、晴れの時に。これってか死ぬよな、これ死ぬよな。意外と大丈夫だ。ちょっとバネ置いてみたんだけど、試しに落下地にバネ置いてみました。落ちてくる。全然跳ねない全然跳ねなかったんだけど、こういうことなんだろう。
あれ、やばい、期限切りしたのが戻ってくれなくなっちゃった。なんか戻っても戻って、あ、そうか、時間食いすぎたんだこれ。せっかく作ったのに、これせっかくさ、このと岩とこれ戻れ、この反転するなっちゃった。バネはどっち使えばいいんだろう。全然跳ねないし、いや全然、なんかちょっと待って、意味ねー。あ、やばい、いって、あ、てか待って、へこみがあるぞ合間に。ということはこれでいけんのか。すごい厚みを、これの掘って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 、厚いよ厚いよ。うわ、あっさり上までいった。え、何これ、これ何、あ、なんか変なパーツある。この丸いのなんだこれ。え、なんかやばい、なんかミサイルみたいなのある。なんだこれ、タイマー爆弾、ロケット、タイマー爆弾、起き上がりこぼし。起き上がりこぼしって何、起き上がりこぼし、え、ロケット、え、これらを組み合わせると、これは組み合わせるってことか。起き上がりこぼしの意味がマジでわからない。これ何、あ、起き上がるっていうことね。なるほど。ちょっと雨なんだけど、え、なんで剥がれた、どう考えてもこれ花火だろう。これどう考えても花火だよな。なんで今剥がれたんだろうな。こう、普通こうだろう。普通こうだよな。これでこうやるんだよな。こうやっていくぞ。今度はミスらない。え、てか今だって別にミスってねえのに、なんでだろうね。なんでこれ剥がれるの。起き上がりこぼししかなくなっちゃったよ。これ何、この毛足くない、コログの毛足しない、これ。これ切っていいんか、これ切っていいんか。あ、刃物がない、あった。え、なんか、いや、悪いことしたな。別にな、なんもないよね。え、なんでこれ何もないんだ。これ起き上がり候補者どうしたらいいんだよ。よし、どこでもテント作れるのいいな。じゃあ朝までで、雨止んでくれる、雨止んでくれるよな。ロケットみたいなやつうまく使えなかったら残念だな。何あれ、やば。ガノンにさ、すごい汚染されてる大地が。てか、コログとかねえのかよ。ここなんか何にもないのおかしいな。絶対なんかあるよな。あ、井戸見つけちゃった。ちょっとこのせっかくこの高いところにいるんだから、え、あの壁が気になる。あれ、くそ、何でも気になるな、おい。ていうか、あの、マップオンにしたいと、なんかマップとりあえずあそこ超地形じゃん。あれバカ近いよな、あれな。ちょっとあそこ行ったろうぜ。もう、いい。なんでもいい。もう、行ってやる。よし。
最初ちょっと落ちるけど、その後グイーンと、あ、待って、こっち。お、なんかちょっと安定性悪い、安定性悪いぞ。あー、もうちょっと見、待って、もうちょっと電池欲しいな、この崖までは持って。あー、こっからは徒歩で登っていくぞ。うわ、いろいろありやがる。とりあえず塔行きたいよな。あっ、ちょっと待って、もうここにさえ登ってしまえばもう目前。ほら、へえー、見て、何の障壁もない、普通に登れそう。ただ前に井戸がある。ポプラ北高地の井戸、ちょっと深いな、前の井戸より。出るのが簡単だからな。井戸入っちゃったよ。宝箱があるぞ。つければいいのか。いや、今回つけれるから、こうやって宝箱のとか乗せれていいな、楽にな。騎士の両手剣、城を守る騎士が構えていた。え、待って、ハートから1個も出ると強力な攻撃を繰り出せる。新しい効果、てか騎士とか手に入んのかよ。もうなんかボロくない、でもこれ騎士の両手剣。しかもこの石をこうあれだろ、ハンマーとしてお使いくださいってことだろ。こうやってこれでこれを壊してくださいと。お、壊したらちょっと奥が結構あるな。お、爆弾花だ。爆弾花あんのか今作。え、てか待って、え、これ爆弾花で壊れんのか、あれ違うよな。あ、取れた、持つのかと思った。これはこれを超える方法はないよな、さすがにこの牢屋を超える方法はないよな。これを火をつけなきゃいけないのか。ちょっと待って、いっぱいある。いや、壊れないよね、壊れないと思ってた、そんな気がしてた。え、何ここ、これを超えれるようになる能力もあるのかもしれないね、もしかすると。それか向こう側からなら入れるとか。騎士の両手剣をもらった。おや、お、なんか人いる。いや、眺望台見に来られたんですか。はい、これ眺望台ってなって、世界の各地に建設しています。監視トイレであるプルアさんが詳しいですよ。そちらにどうぞ。え、入れないの。入れるじゃん。なにこれ、やべ、プルアのとこ行かないとこれ使えないのかと思うじゃん。そう思うじゃないですか。上までこの通れ、え、でも残念でした。実は今こっちに岩が落ちたのを俺は見逃さなかったよ。この辺にあれだ。いや、むずっ。
ちょっと目標からそれまくったんで、最初の馬屋のところに戻ってきて、一回馬を手に入れよう。一回に何をかもリセットしよう。新しいもの、新しいものっていう風になっちゃうんだよ。ただ馬を探そう、マジで。これ草原のどっかにいるだろうっていう。いるよな、草原のどっかに。馬かと思ったら鳥じゃねえか、あいつら。馬いるよね。今作馬いないんで車作って頑張って車作ってくださいなんていうわけないよな。こうやってまたお前分かんないとこ もういろんな検診、じゃあさっきいろいろ行きたいところいっぱいあったんだけど一回ちょっとリセットしたんだよ。しょうがないよね、馬がいないんだから。この上とか怪しくない？でもここさ来たところだと思うんだよな、開幕に。やべ、いた。え、今いたぞ。馬を見つけた。それも3体も。ケツの汚い馬2頭と。なんでケツ汚いんだろうね、ズレタの馬ってこんなに。てか、コラボの音が聞こえるぞ。ん？ちょっと待って、今。どんぐり飛び出しタイプか。あ、あ、違う、いた。前はパラセールがあったから簡単に捕まえられたけどさ、いや普通に考えて戦闘の馬でしょ。あいつに、いや普通にあいつだろ。いやお前、いや俺も馬だからね、俺も馬だからね。ふざけん、もうお前でいいよ。え、もう早っ。やだ、やっぱりこのケツ、なんでこんな、なんでブリワイの馬こんなケツこんななんだろうな、ほんと。いや、いける、絶対いける。俺あっちがいい。ケツの綺麗な方がいいよな。だけど、一生懸命、一生懸命やろ。馬小屋のに自ら行って、お、自ら登録されに行って、お。邪魔だ、お前らいいよ。しょうがない、こそこそ行くか。
こそこそ行くと意外と良かったな、今な。あ、お前らのせいじゃねえか、ふざけ。大丈夫だ、やっと俺はあそこの近くの祠とか行けるんだよな、マーキングしてあるやつ、この馬を持ってすれば。おい、鳥！マジで許せないんだけど。よし、うわ、またある。え、俺が近づいたから今。え、バレるじゃん、さっきの2頭は鈍感だったってことださ。仕方ない、これ忍び薬を使う時が来たか。この忍び、俺大量に薬作ったんだ、さっき。この忍びの効果があれば、これもう固まってる、動かなくなっちゃったよこれ。よし、へい、やった、よっしゃ、これはなかなかいいぞ。すっげえいいの手に入れた。登録しに行こう、早速乗った状態で。よしよしよし、馬懐きやすいな。あ、会員になってなかったの俺。はい、あ、名前、あ、そっか、俺生まれ名前考えてなかったな。教えて、あなたは所有する馬を預かったり連れ出したりすることができます。旅の道中、野生馬を見たと思いますが、その野生馬を捕まえてこいつお連れください。所有馬にすることができる。よし、分かってるよそんなことは。この馬登録したいんだよ。気性が荒くていい馬だな。やべえ、金がねえ。お、優しい。名前どうしよう。これ9文字っていうところがさ、あれだよな。9文字っていうところがちょうどいいよな。さっきスイカバー食べたからスイカバーにするか。スイ、ドリームパスタ。なんか馬でいそうじゃね。てか似てるのいたな。似てるのいたわ。ね、これはあれだよ、あのスイカバーを食べたからスイカバーにしようと思ったんだけど、なんかスイカよりパスモにしようと思ってパスモにしようとしたけどパスタになったけど、夢がないから夢をつけたんだよ。でドリューパスタになりました。いい名前だな。ああ、うまいのポイント知ってるよ。なんかそうあったっけ、これ初めてか。これ馬を得しておりますので2ポイント失点します。え、こんなポイントカード前なかったよな。得点がもらえる、嘘、何をもらえるの。 おい何それ、めっちゃ利用しちゃうぞ俺。よし、止まるか今日ここで。見して見して見して。お前どんな得点があるんだよ。どうせ大したことないだろ。あと1ポイントで、え、いろんなもの連結すぎて引っ張りハーネス。え、何それ。え、なんか、え、すごそう。え、待って、どうすれば、え、待って、え、止まるよじゃあ。やべ、竹、おい待ってくれよ、なんとかしてくれ、助けて。ちょっと、あ、お金が欲しい、金がいるんだ今俺。おい、なんでこういう時にあいついねえんだよ、あいつ、あのカバンを持って、あ、いるわ。よし、マジか。はい、さあ、お金がいるんだよ、お金が。俺今さ料理いっぱい作ったんで、これ料理売れるんだよな。なんかこれいっぱいあるんだよ、これクソな料理とか売ろうぜ。微妙な料理ですら買い取ってくれるんだよこの人。いや、食いもいっぱいあるんだけど、でも、もっといらねえもあるだろ。何がいらないんだよ。そうだな、
宝石ちょっと売っちゃうか。琥珀、琥珀でもなんだかんだ使えそうだけどな。7個売ります。よし、まあ、今ちょっと急に金が入りようになったからしょうがない。一旦売っちゃった琥珀を。どうせ余るんだよ、どうせ。すいません、で、よし、じゃあマーロンベッドに止めてくれ。ああ、買いとくてのサービスだって。じゃあなんでマーロンベッドにするって言ったんだよ。7ポイントを食べるとマーロンベッドに止まれるんだって。うん、7ポイントか。貯めなきゃできないな、これな。よっしゃ、これで1ポイント、やった。いや、マジか。これだけでなんかすげえもらえそうじゃない、マジですごいな、このポイントシステム。引っ張りハーネス、馬の鞍にセット。それでそういうことか。なあ、待て待て。あ、ごめん。うわ、なんだ、何が起きた。ちょっとなんか乗れなくなっちゃった。上に屋根があるからか。こっちおいて。そう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 。で、引っ張りハーネス、どうやって使うんだろう。ん？ハーネスの後ろにつける。ハーネス、おい、ちょっと待って待って待って。おい、待って、なんでそんな逃げる。おい、逃げすぎだろ。馬がね、逃げるの入ってく。ああ。おっしゃ、いった。おい、ちょ、待って。おい、ちょ、待って待って待って。落ち着け。でも暴れんな暴れんな。こっちこっちこっち、しげ、どうどう、よし、いったぞいったぞいったぞ、馬車ができた。ああ、ちょ待って、ちょ暴れんな。あ、どうしよう、お前どこ行くんだよ。やべえ、馬が、馬のの登れるぞ、坂登れるの。どこに行こうとしてるんだろう。落ち着いたか。やべえ、落ち着いた。お、こういうのでもよかった。あちあちあち、前まっすぐ、違う違う、暴れんなよ、落ち着けよ。こっちこっちこっち、そうそうそう、そっち、いけいけ、うわ、待ってくれ、待ってくれ、ちょ待ってくれよ。あ、ちょ、どこ行くんだよマジで。あっ、馬ちょっと、おいお前、すいいぞいいぞいいぞ。おー、いったいったいった、いいねいいね。お、すごいすごいすごい、ちゃんと馬車、ちゃんと馬車、ほら見て、あっち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 だよ、あっちあっちだよ、違うんだ、そっちじゃねえんだよな。どこに行くんだよ、そっちじゃないんだよ、あっちなんだけどな。ほら、ボコブリいるよ、あそこに。ぶつかっちゃうよ、曲がれるの。これぶつかっちゃった。しっかり鍋があるんだから左だろ、左。なんでそうなんだよ、違うだろ違うだろ。ああ、すごい安定して走ってるわ。もう
馬宿り戻ってきちゃったじゃねえかよ。何やってんだ本当に。ぐるぐる回ってるんだよなこの人。お回って祠の方に行くつもりか。でまたそこ行くの。なんだろう、奇想本能か、なんか元いた場所に戻ろうとするのか。ほらほらほら、マジでうまくいかねえぞ。この馬が言うこと聞かなすぎて、この馬の野郎が。うん、コロコロ声聞こえた。お今さ、やっと祠に着いたのに友達のとこに行きたいなって。お前どこにいるんだよ。祠終わってからでいいだろ、やっとこれができるんだよ。あ、ちょうどいいじゃん、あそこ祠の近くで。祠行きついでにできるなこれな。なんかそこ壊せるんだけど、くそ。まあ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 、まあこれはちょっと中に宝箱があるぐらいのことだよな。軽く済むよなこれは。困るよ。軽く済むよね、これ。祠に行ってない。